先生、聞きたいことがある。今でも清水恵は死んだと思っているのか？あんたは一人じゃない。悠長なことだ。あとしばらくでこの村の主人は人間から四季に移ることになる。この状況から逆転するチャンスはおそらく一度。耐えて待つ必要がある。たとえどれほど犠牲が進んでも。四季は全て滅ぼす。そして俺もだ。それで何の用だ？そんな義務があったんだ。あんたや俺のことだろ。知らないな。さあ、見たことがないな。それを邪魔しに来たんだ。分かってないな。俺とあんたは違うよ。始めたのはあんたたちの方だ。俺がいつ人に味方してると言った？俺はただあんたらが気に食わないだけだ。自分たちの都合で人を襲っておいて、起き上がれば勝手に仲間扱いをする。冗談じゃない。不便だよな。俺はもうとっくに死んでる。